田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み、はい、相談をやりたいと思います、はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ練習場でできる解決策をやってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。アイヤの悩み、ラフリートップを解消してくれっていう悩みが来てましてですね、ちょっと読んでいきますね。まず浜野光さん、はい、浜野光さんが来てます、はい、アイヤのトップがなかなか直らないので、チェックポイントとシャフトのしならせるポイントがあればよろしくお願いします。でちょっともう一人似てるので、ちょっともうちょっと読みますね。鬼剣さんです。ミドル&ロングアイアンのウッドの煽り打ちがなかなか直せないのです。方向は出せるんですが、ついついすく打ちになって手前をダフったりトップしたりが多くなります。効果のある練習方法はありますか。うん、あともう一人、まあ、似てるのちょっと先読んじゃいます。米山、難しい感じ。いつもコメントしてくれる人なんで。米山さん、すくい打ちを直すにはどうすればいいですか。ハリーポッチャリーさん、ハリーポッチャリーさん、よくどうもありがとうございます。はい、もうダフります。ダフリトップの悩みね、はい、なるほど。ダフリトップは私が思うに上下運動がちょっと大きく動いちゃってるんじゃないかなって思ってて、でそのすくい打ちも伸び上がった分、今度は伸び上がった分下がらないといけない動きが入るから、そういう動きで今度伸び上がってダフったりとかで、伸び上がって今度下がって、でここからどうしようとなって、こうで右体重で打ってすくい打ちっていうのが結構見られるかな、見てると。でその解決法は難しい。本当膝の位置、膝の高さを変えないような動きをしてもらいたいなって思う。解決法としては膝の意識って結構難しいと思うんだけど、膝の意識ってどう思ったらいいの。特にこの辺なんてふわふわしてると思うんだよね。そうね。なので基本的に目線、目線を変えないために、ような自分がどこで意識しやすいか、うんうん、基本あのよくこう帽子を持ってもらったりとか、あバイザーとかね、うん、でもそれも一緒で、目線が変わらなければ、そのダフったりとか、この見てる風景が近くなったりとか遠くなったりとかしちゃうと、でもこの上限運動と比例しちゃうんですよね、うんうん、目線の気にしてもらえるといい。なるほど。こういう打ち方をするといいですよっていうのはちょっと難しいかも。なんか内容少ない、大丈夫？大丈夫。まあ膝のその上下運動、目線を変えない、アドレスで撮った目線のままトップまでいければ変わるもんね、その時に。結構伸び上がるから、風景がこうもっと見えないとか、肩で足が見えなくて、するあれボールどこ行ったみたいな、うん、仕上がりだけ、仕上がりとか沈み込みとかっていうのを極力なくす、目線の位置だったり頭の位置だったり、そういうところで持ってってあげるといいかもしれない。でまたこれが練習場ってなるとちょっとお話は簡単になってくる。そう、傾斜がついてくるので、その傾斜に対しても目線を変えない、変えなかったり、その重心の位置だったりとか、うんうん、っていうのがちょっと絡んでくるので、またコースと練習場だと、まあ、ベースは一緒なんですけど、コース行くともうちょっとこう頭をひねらないと、そのダフりやすい傾斜ってやっぱあると思うので、はい、大丈夫でしょう。大丈夫です。はい、続きまして、はい、シャンクの直し方について教えてください、はい、というものが来ています、ね、はい、永遠の議題だよ、ちょっと読んでいきますね、はい、T カノさん、
かな。僕はちょうど100ギリできるかどうかぐらいのレベルなんですが、ショートホールのティーショットがシャンク気味になることが多く、スコアを伸ばせません。原因と対策を教えてください。もう一人来てます。川本慎也さん、シャンクが治りません、はい、ということなんですが、どうでしょう。シャンクはね、よくなんか上手いと下手いは紙一重みたいな。言うよね。言うよね。言うよね。確かにそうだなとも思うんですけど、基本シャンクってこう手が体より。とフェイスが開いてシャンクしてしまう動きになる。で、あと1個言ってたのがさっき心ちゃんが言ってたんですけど、足が出る系私手が出る系のシャンクって思うんだけど、足出る系が、そうなの、足が出るから手が出るみたいな。足出る系、詰まってるよね。詰まって手の行き場がなくなって手が出る系みたいな。結局手が出るんですけどその前に足が出る。なのでこのシャンクを直すドリルは、私が直した方法なんですけど、これはもうクロスハンドというか、逆にするってこと？そう、あ、本来の方法ですね。クロスハンド。へえ、ってかそれで打てるの？それで打って手が出ないように癖づける。へえ。っていうドリルを、そうなの、ジュニア時代っていうかシャンクが出始めた頃、上手くなりつつあるけどシャンク出るみたいな時に教えてもらったレッスンです。へえ。なぜかというと、クロスハンドにするとこういう動きが体の構造上できなくなる。どちらかというとここでインパクトした後に左腕が折れる動きになるので、手が出ることがまずありえない。でも普通に持っちゃうと、いくらでもシャンクした動きと同じになるので、このクロスハンドで、これもさっきと言ってハーフショット、フルショットは全然、あ、まあ飛ばなくていいよってやつ、ハーフショットで、要はヘッドをちゃんとこう前に出すっていうことね。ちょっと打ちます。はい、シャンク撲滅ドリル、ハーフショットで、OK、おー、打てる。ボールの位置は真ん中ぐらい。ボールの位置は真ん中ぐらい。ピッチング。普通、普通に打ててる。やるといいです。で、これは練習場での練習法、直し方。コースではやんない。例えばコース行ってシャンク出ちゃった、ゾワゾワするどうしようってなった時は、このままクロスハンドにして素振りでいいので、打つ前にちょっとこう不安になったら、素振りをしてあげるといいです。へえ。そうするとちょっとイメージ、ちょっと不安が和らぐっていうのと、イメージも出るのと、ゆっくりこう素振りをするよりちょっと早めに球打たないときはやってあげると、ヘッドの動きが分かるので、ゆっくりよりかは素振りだったらちょっと早めに素振りを3回か5回して打ってあげるといいと思います。アプローチでもアイアンでも一緒です。はい、これはちょっと急遽コースでシャンクが出たときに直しやすい方法かなと。確か初めて聞いた。すごい。このアプローチの時でもクロスにして、こういう素振りをしてあげるといいと思います。はい、ありがとうございます。はい、完全に私の感覚と実体験と、やってきたことなので、これが全てがなんか正解じゃないので、広い心で見ていただければなと思います。なので何が一番自分にとって分かりやすいかと、何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思
ペコリ。ペコリ。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。